日本の神業チャンネル。神業娘のアリスです。今回も群馬県の桐生市にやってきたんですけれども、今日はちょっと桐生市の山の奥の方に来てまして、こんな感じになってます。一体何を行われている場所なのかまだわからないので、早速向こうに行ってみたいと思います。あと一体何が行われているのか、立ち会いの案内人の方がいらっしゃるので、ちょっとお話を伺ってみたいと思います。すいません、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。神業娘のアリスと申します。あ、高島です。高島さん、はい、よろしくお願いします。今これ結構一面畑だと思うんですけど、はい、はい、これって今何をされてるんですか？今桑の苗をはい、なんと2000本植えてます。2000本ですか？2000本。今ここに2000本植えてる途中ってことですか？途中ですね。はい、すごい。みんなの気持ちがこもった2000本今植えてる途中です。はい、そうなんですね。桑の苗は何のためにそうですよね。使うものなんですか？桑ってなかなかね、そうですね。ね、知らないと思うんですけど、はい、実はシルクってご存知ですか？はい、わかります。服のシルク、はい、はい、シルクを作るお蚕様が桑の葉を食べるので、はい、で私たちの会社は今シルクの会社をやらせていただいておりまして、自分たちで無農薬で作った桑の葉を自分たちの蚕にあげて、そこからいろんなものを作っていこうかなと思っています。その蚕を育てるための葉っぱの苗ってことですよね。おっしゃる通りですね。それを今から2000本植えてる途中。そうですね。はい、すごいですね。それって今日私もお手伝いすることってできたりしますか？いいんですか？逆にお手伝いさせてください。もうぜひぜひ。すっごい大変ですけど。いや、自信あります。あ、ぜひとも。いいですか？はい、やってみてください。今回私が参加したのは街中養蚕ラボ。このプロジェクトは絶滅寸前の国産シルクを守るため、昨年9月から桐生市の街中でおよそ1万5000頭の蚕の飼育を開始したそうです。今日は蚕の餌となる桑の葉を育てるため2000本の苗を植えるそうなので、私もお手伝いさせていただくことにしました。よろしくお願いします。お願いします。まずじゃあ根ごしらえっていうのからやっていきたいと思います。はい、これがその桑の苗なんですけど、はい、ちょっと皆さんが想像するちっちゃい緑のやつじゃないんですけど、これがはいこういうのがちょっと桑の苗で、これをちょっと植えていきます。はい、根ごしらえってこの根っこを切り揃える作業なんですけど、はい、こういっぱいこう細い根っこが出てるじゃないですか。はい、これを全部切っていきます。はい、はい、それなんで細いところは全部切っちゃうんですか？なんかこう植える時に邪魔になるのと、生える時に綺麗にこう根っこを全部揃えて生やすため。なるほど。でこの細いのを全部切って、で先っぽもちょっと切ってあげるっていう感じで、これで根っこを揃えるっていう感じになります。なるほど。はい、これも全部やっていいかな。おじいちゃんの計算パスしてる気分。1個できました。綺麗な L 字になれば、なるほど。 L です。植えるときに、はい、この先っぽを北に向けるんですよ。北決まってるんですね、方角。なんで北がどっちかなっていうのを確認しながらあ、なるほどやります。なんで北なんですか？植物ってこう南の方にこう太陽の暖かい方に伸びようとするじゃないですか。だからこっち側から根っこが出るんですよ。そうじゃないとこう倒れちゃうんで、こっちを根っこ出してこう自分でこう自分を支えられるように。なるほど。まずじゃあ一本端っこの方から植えてみます。はい、じゃあ下に根っこを向けて、はい、で、まあ両側から土をこう寄せていきます。はい、で、こういう柔らかいとすぐ倒れちゃうんで、はい、しっかりこうかけて、でこう固めながら。がっつり固めちゃっていいんで、まっすぐ家に、これを抜くように、もう倒れないようにってことですよね。それで次の苗を植えるんですけど、はい、ここは60センチ開けて、はい、次のやつを植えるって感じなんですよ。60センチ、はい。ちょっとじゃあやってみて大丈夫です。やってもらって。こういう感じで植えるので、さっきみたいにこうカクってなってたりするとちょっと植えづらくなっちゃう。確かにこのまっすぐにするのがめっちゃ難しいですね。こんな感じですか。はい、こんな感じで。あ、これでどうですか。2本植わったかなっていう感じになります。はい。すごい。できた。はるかさんとゆかさんにもやってほしいな。いつも私ばっか。土仕事アリスばっかなんで。私が1本やる間にやっぱプロだな。多分世代一緒なんです。年齢さっきお聞きしたら24歳って言ってました。同世代の方に負けないよう私も精一杯お手伝いしました。でも苗を植えただけで終わりではありません。でこういうふうに植えた時にこれ全部育つんじゃないから、はい、これ木はいらないから上のいらないところを切るわけじゃないですか、はい、そうするとこちらから1センチぐらい、はい、この根の頂点からで斜めに切ります。斜め、うん、斜めに切る理由はマルチへ押しますよね、はい、そうするとこういう平らの状態よりマルチが破けやすいんですね。へー。であともう一つ斜めに切る理由っていうのはこういうふうにまっすぐに切っちゃうと、はい、水が溜まっちゃうんですね、これ。あ、なるほど。ここのとこに水が入っちゃうと、中入っちゃうと、はい、この根が死んじゃうんですよ。なるほど。こんな形で切ります。これこういう形で植えます。はい、で、マルチをします。これから作業。はい。あ、これ。これそうですね。ちょっと待ってください。オッケー。ここら辺ですか。はい。いきます。ちょっとダメ。あ、そう。ごめんなさい。それと次に5月の下旬に芽が出ない発芽の遅いものはこれ抜いてまた補植させてもらいます。植え直すってことですか。そうです。これってどんぐらい経ったら蚕の食べる葉っぱとか。入ってくるんですか。7月に入ればある程度こうでかくなると思います。ああ、そうなんですね。うん。まあ成長が良ければ1m50。ええー。まめにチェックしなくなる。そうですね。もう住みます。なんかもうクワが無事育つまで私は桐生に住むということでいいですか。桐生市の不動産関係の皆さん、おすすめの物件お待ちしてます。パワー。一個ずつかけよう。パワー。パワー。あ、もうこれ絶対発芽しますよ、ね。私やばい、お笑い担当みたいになっちゃう。本当にダメです。いや、ちょっと次は、5月ははるかさんかゆかさんを連れて、一緒に来たいですね。プロジェクトの模様は、このチャンネルでも追っていきたいと思うので。次回来た時、この苗がちゃんと育っていることを祈っています。街全体で養蚕のプロジェクトが盛んになってることがとても素晴らしいなと思いましたし、何よりびっくりしたのが、その活動に参加してる人たちがなんか年配の方ばっかりなのかなっていう勝手な想像だったんですけど、私と同世代の方もいましたし、ちっちゃいお子さんたちもいたので、なんかもう街全体、いろんな人がこの活動に参加していることがもうとてもいいことだなって思いました。なのでコアの苗が育つのを一緒に見守りたいなって思いました。なのでもっと頻度を上げてきれいにお邪魔しようと思います。でも楽しかったです。今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、コメントもお待ちしております。